川リマカールです。前回の続きですね。前回の不思議なお話の続きになります。前回お話ししたのはそうセラピストの、先生からヒプノを習って、その後にあまりにも自分と向き合いすぎて、鬱になりかけましたと。そして、たまたま、その先生のね講座というか、なんかこう一日のその講座みたいなのを受けるので行って、そしたらその今の私の状態を心配してくださって、いろいろこうご主人さんと二人でね、本当に善意で、いろいろやってくださって、その時に私のこの第一チャクラから生温かいものがゆっくりじわじわじわっとこう上に上がってきて、広がっていったと。でもそれが何なのか分からずにそのモヤモヤすると。でそれで海に行って浄化をしましたよと。で帰りにすごく爽快になって、今まで経験したことがないなんて言うんですかね、安心感とか満足感とか満たされた気持ち、これになりましたよというところまでお伝えしたと思います。でこの続きがねまたねすごいんですよ。こっからなんです。すごい不思議なことが起こり始めたっていうのはですね。でその日はなんかもうすごい、暖かいなんかにこう包まれてるような感覚で、なんか夢の中にいるようなふわふわしたような感じで眠りについたわけです。そして次の朝起きました。もうびっくりしました。私視力が、近眼なんですね。であんまりよく見えなかったんですよ。そしたらくっきり視界が、いきなり 0.1 から 2.0 になったような感じで、もう視界がすっごい開けてるんですね。ものがはっきり見えるんですよ。でも朝起きた時にこの部屋はどこだろうと思ったんです。どこに私はいるんだろう、えって思ったんですよ。間違いなく自分の家にいました。自分の部屋でした。でも全く違う場所にいるような気持ちだったんです。しかもそのくっきり見えて、しかも明るいんですよね。まあ明るい部屋ではあったんですけど、違う明るさって言ったらいいんですけど、なんかこう別世界に来たような感覚で、私はどこに来てしまったんだという風になって、慌ててカーテンを開けて窓の外を見たんです。そしたらその窓の外の風景もここどこっていうような見たことのない風景だったんですね。でもよく考えると、元のいつも住んでた家の窓から見た風景ではあるんですけど、私には全く違う風景に見えたんです。やっぱり視界はすごく開けてました。遠くまで見えるし、空気がすごく澄んでました。で何が起こったのかもう分からなくて、なんだろうこれは、なんだろう。でその日の朝も愛犬を連れていつものように家の周りを散歩に行ったんですよね。そしたらなんと、さわさわさわっとこう木々が揺れて、葉っぱがこうさわさわってこう重なり合ってね、風に揺れて、その時にこんにちはって声がしたんです。こんにちはです。でなんか女の人の高いような感じの声です。で張って周りをこう見たんですね。誰かに、犬散歩してるから声をかけられたのかなって思って見ても誰も通ってないんですよ。後ろ見ても振り返っても前を見ても誰もいないんですね。であれ気のせいかと思ってまた歩いていたら、またさわさわさわってこう木々が揺れてこんにちはって言うんですよ。でふっと見たらその木の葉っぱからこう声がしてるのが分かったんですよね。と思いました。はってな何が起こったって、昨日から何が起こってるんだろうっていうのがものすごくあったんで、でも確かにもうそこから聞こえてるんですよね。でもうちょっと不思議だなと思いながら、
もしかしたら地球がアセンションしたのかなって思ったんです。いろいろその情報をね、それまでに入れてたんですよ。地球が何年にアセンションするとか、もうそろそろだとかいう情報がたくさんあったんで、あ、きっとこれは地球がアセンションして別次元になったんだ、やったと思ったんです。で、なんだ、なるほど、そうかと、すごいすごいと思いながら、その時はヨガのインストラクターがメインで仕事をしてたんですね。で、ヨガのそのレッスンで担当してるクラスが赤ちゃんとお母さん、ママの、親子ヨガみたいなのもやってたんですよね。で、それのレッスンの時に赤ちゃんが妖精連れてくるんです。妖精、こういう妖精ですよ。で、いろんな羽の赤とかピンクとか青とかグリーンとか、ものすっごい綺麗なんですよね。それが赤ちゃんに必ずなんかついてるらしいんですよね、その妖精さんっていうのが。でも、その時が0歳からだいたい2歳になる前ぐらい、1歳、0歳1歳ぐらいのクラスだったんで、本当に赤ちゃんなんですよね。で、妖精って人間の形してるっていうイメージだったんですけど、全然違いました。なんかクリオネアっていうんですか、ああいう感じのこう割と透明なこう中心があって、で、羽がすごく大きいんですよ。こうで、その羽が色とりどりで、なんかもう見たことがないような綺麗さで、赤ちゃんがハイハイをすればそこにブワーってついていくんですよね、赤ちゃんに。で、まあ妖精が1人とかが1人2人ついてるぐらいがだいたい普通だったんですけど、中には5、6人の妖精がついてる赤ちゃんもいて、まあ、そのどのぐらい何体ついてるかっていうのはその赤ちゃんによって違ったんですけど、最低でも、妖精さんは1人はいました。1人の赤ちゃんに対して1人、だから赤ちゃんがいっぱい集まってくるんですよ、その日は。っていうことは、そのスタジオ中に赤ちゃんがうわー、あ、赤ちゃんについてる妖精さんがうわーってこう飛び交ってるわけですよ。もうね、もうニヤニヤします。もううわーって感じです。綺麗、とにかく綺麗だし、見たこともない光景で、でも言えないじゃないですか、そのお母さんたちに、赤ちゃんについてる今妖精がいっぱい飛んでますよとかね。でも、だから一人でなんかこうすごいとか思いながらレッスンしながらも、もう目は上です。もう赤ちゃんについてるその妖精、なんだこれはと、本当にアセンションしたんだって思いながら、そのヒプノの先生に地球がアセンションしましたよねって言ったら、えって感じなんですよ。で、えって感じで、えって違うのかなと思って、あ、実はこうこうこうなんですけどって言ったら、あ、もしかしたらそれはアセンションはしてないから、それはカオルさんが変わったんじゃないのっていう、なんかそういうことを言われたんですけど、私だけが変わったのかなと。で、その時は本当に分からなかったんですね。もうだいぶ後ですよ、2年3年ぐらい後になって、何かの、ネットを見たのか本を読んだのかちょっと忘れましたけど、そこに覚醒すると視界がすごくクリアになるって書いてあったんですね。で、何もかもがその新鮮で、心がこう現れたような感覚になるって書いてあったんで、あ、なるほど、私が経験したのはこれだったんだなって、ようやくその2、3年後に分かったんですよ。で、またね、その後がすごかったんですけど、その赤ちゃんに妖精が見えるとか、草花がこう木々が揺れて挨拶してくれるとかもあったんですけど、なんかその日から
生まれて一度も見たことがなかった UFO がベランダを開けるたびに飛んでるんです。いつも飛んでるんです、毎回です。でも間違いなくあれは飛行機じゃないよねっていう感じなんですよね。飛行機ってそれまでもいつもこう見てたんでわかるんですけど、あれは UFO だったと思うんですよね。それもいつも飛んでるんです、開けるたびに。もう朝とか、あ、もう昼でも夜でも関係なく。でそれだけじゃなくて、あの人とこう話をしているとその人の前世がブワーッとこう大スクリーンのように綺麗に現れるんですよね、目の前に、視界に。で言っても大丈夫かなっていう人にはそれを伝えてあげたりとかはしてましたね。ただまあまあすごい喜んではいただきましたけれども、まあ、そんなこんなでいろんな、あとオーラが見えるようになったとか、あとはなんかこう今その時だけなんですけど、なんかやっぱりちょっとした霊が見えたりとかね、あのそういうのもありましたし、すごくこう人のか、あの感情とかが入りやすくなりました。もう多分ですね、後から分かったのがチャクラがそれまで閉じていたのが、開いたみたいですね。あの下から順番にでハートチャクラまで来て、ここまで開いたんですよ、その時一遍に。だからここが開いたから霊感があのついたみたいですね。それは後から分かりました。その時はもう全くそういうのも分からずに、自分が経験したことがそうだったんだっていうのは後からですね、でまだまだちょっと続くんですよねちょっとまた別の、動画にアップします。まだ長くなるんで、はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。有馬薫でした。それではまた。